っていうのはかなり大きいってことは、重々理解してこうピッチに立つと思うので、はい、まあ、そういう意味ではここは一旦足元で収めてさらにつないでいって長澤は右に展開、中には梅崎入ってきています。この位置からクロスが入る、梅崎ヘディング、阿部大分先制5分、右サイドからの折り返し頭で合わせました。梅崎プレーをしてやっぱ自分がゴールを取れる位置に入っていくんですよね、はい、そのことによって相手のディフェンスラインがそこを注意しなきゃいけない。でその裏で梅崎がしっかりと落下して海に入って、はい、和田が落ちているので、はい、両センターバックが開いている状況ですね。そうですね、まあ、さらにその分両ウィングバックは高い位置を取ります、うん、山根が入って右足のシュート、枠を捉えていました。もう相手もファールで奪い返してバルセロヒアンワンタッチ、小川幸喜セカンドボール左に打つ、22分横浜 FC 同点、小川幸喜今シーズン23点目、しっかり決めましたね、一度は右足のシュートはブロックされたんですけども、その後の左足のシュートはやっぱ落ち着いていましたね、この後すぐ、うん、やっぱここで落ち着いてシュートを打てるっていうのが今やっぱ得点を量産できてる要因っていうのもありますし、点が取れてるからこそ落ち着いてるっていう、うん、まあ、そんな言い方もできるかもしれないですね。なるほど、大分コーナーキック下田中央へ流れてきた、最後は6番キャッチ、いやよく止めた。45分です、下田が狙ってきました、45分大分勝ち越し、下田直接フリーキック、いやこれはもう梅崎下田2人でしてやったりっていうフリーキックじゃないですか ね、はい、そうですね、ファーサイド寄りに踏み込んだところだったんですね。そうなんですよね、まあ、この2人の駆け引き、まあ、そしてこの下田のボールの質、逆に置いたからすると長澤が落ちたそこにガビレが食いついてくるので、その隙間っていうのを裏隙間っていうのは狙っていきたいかもしれないですね。なるほど、あれおっと高い位置で奪って和田マイナス、斉藤後ろから小川幸喜、追いつきました横浜 FC、 小川幸喜今日2点目、これで2対2しかったと思うんですよ、はい、前にスライディングして入ってくる選手いたので、この後ですね、この後ペレイラですかね、スライディング入ってきた、ちょっと当たってますけど、よく決めましたね、はい、冷静に逆サイドに、あそうですね、ペレイラですね、ここでスピードを上げた町田で後ろも連動して前に出てきますが、その分背後が空きました、山下折り返す、後ろ小川幸喜だ、ナイスキーパー、セカンドボール斉藤つないで長谷川横に動かします、増山広げて井上、井上のクロスコースが変わってシュートが来た、下がりながらマルセロヒアン、ちょっとこのパスつながらず前が空いて野村左足、すごいシュートでしたね、ナイミドルシュートでしたね、はい、ここでボールを受けて、うん、しっかりまあプレスバックしてボールを奪ったところもそうですし、うん、あとここでまあキーパーの位置確認して、まあ、ここに十分にシュートを打つスペースがありましたからね、はい、素晴らしいシュートです。そしてここで試合終了の笛です。2対3、アウェー大分勝利。